はい、前回は、時間と物を、それを自分で意味付けするとかね、自分で、価値を決める、ちょっと抽象的なことなのでね、それもちょっと具体的にちょっと今回は話してみます。このテーマの最初のあれはね、撮影とお金ということですからね、そのことにもちょっと触れた方が分かりやすいのでちょっと、話してみます。撮影、カメラマンの仕事ですね。社員のカメラマンじゃない限りフリーのカメラマンは、それぞれの自分の、ギャラが決まってるんですね。このギャラはね、人それぞれ違います。日当1万円でもいい人もいればね、10万円でないとあれでもそれぞれです。まさにね、自分が価値を決めることですね。そのカメラマンの価値ですね。自分が決めると同時に、それを人が認めてもらわなければね、その価値は空振りですからね。だから自己にも他者にもそれだけの価値があるかどうかというのはね、撮影料金ということに、その反映するんですよ。だから1回出て10万円もらうカメラマンが、それだけの価値がないと思えば、お客さんは払わない、まだ仕事も来ないね。価値があると思えば10万でも20万でももっともらえるかもね。まさに自分で価値を作り上げてるっていうかね、自分のブランドといえばブランドかもわからんけどね。僕はブログにもカメラマンのことにもちょっと、書いてますから、それをちょっとまた読んでもらえばわかると思いますけど。撮影のギャラというのはね、いろんな人のね、考え方があるんですけどね、基本的には自分が決めるもんです。スポンサーが、予算がこれだけだからとかね、そういう形で来るもんじゃないんでね、自分がどれだけのお金がいるのかということを考えて、で、請求するんですね。これはブログに書いてるんでね、ブログで、見ていただければ。前回の本当は自分で物やお金をね、意味付けする、価値を決める、漠然として言い方だけど、もともと自分に価値も意味もないんですね。もしカメラマンが最初のスタートからするとね、そのゼロから出発する。僕の例をすれば、僕は結婚したと同時にカメラマンの仕事を始めたんですね。それまで一切何もしてないから、写真の仕事はね、趣味でやってただけで、その時はね、その結婚して1、2年の間は、低所得者ですね、ものすごく。だからね、2人目のね、子供ができた時はね、市からね、牛乳がくれてた、配達。あまりにも 低所得者だからね、子供に栄養がいかないんじゃないかと思って、市が牛乳をくれていたんでね、それぐらい、収入がなかった。でも収入がないからといってね、全然、貧しい生活したわけじゃないですね。このこともね、ブログに書いてるんでね、ちょっと読んでもらえば。で、それから、そうだね、3年もせずにね、ほぼコマーシャルの仕事だけで、月に100万ぐらいの売り上げになったんでね、100万の売り上げがあるということは、もうほとんど80万近くが、もう80万以上やね、利益ですね。
僕はまあ、早かった方です。そういう仕事でね、利益を上げるということがね、できたの。でもまあ、その時考えたのは、こんな仕事がいつまでも続くかわからないというかね、それに、それぐらいの仕事の量が来るとね、もう忙しいんですよ、ものすごく。まあ僕は何回も言うけど、忙しいのはあんまり好きじゃないよね。だから別の方法をやっぱ考えないと悪いと思って、ライブラリーの写真の方にね、ちょっと手を出したんだよね。自分のブランドを作って販売したということですね。まあ、売り上げを上げるといういろんな戦略を立ててやったのでね、こうして売り上げが上がったんだけどね、やみくもにとっても全く売り上げなんか上がりません。仕事はね、趣味ならともかくね、仕事はもうそれなりの、計画と戦略がなければ上がるもんじゃありません。まあこれはね、こういうことができるということですよ。僕にできるから、まあ人もできるかどうかわからないけども、まあ僕は基本的に、学校も行ってないし、写真学校も行ってない、どこかの弟子に なったわけでもない、ね、誰の師匠もいない、ほとんど独学で自分でやってきて。でも写真のことに関しては他のカメラマンとかいろんな知識経験、カメラのことにしても言動のことにしてももう負ける気がしませんね。もう僕はダントツに、詳しいと思います。全てやってきたからね、だからね、自分の例えば価値っていうかね、お金の価値、お金の価値、物の価値。まあ、それは、学歴とかなんかもそんなもありますね。どっかで出たとかね。それも、それはそれなりの価値なんですよ。価値があるんだから、そこに出れば自分がそれが価値が あるとみんな錯覚するんだよね。違うんですね。あれはもうただのブランドなんですね。まあ、僕なんか最初からそんなこと分かってたから、もう全くそういうものに興味も関心もないね。どこの大学だろうが何だろうか全然、興味がない全く興味がなかったね。自分の、そういう価値で自分の価値を逆に決められたくないというかね、僕はもう自分で自分の価値は作るものだと思います。でまあそんなことはできないと、ね、思う人もいるかもしれないけど、まあ前回に言ったね、賃金交換で1日で1月分の給料を稼いだりとかね、今回こんなふうに何にも全くのど素人が6、7年もせずにそれだけの収入を得るっていうかね、そういうことが現実にできてるんですよ、やろうと思えばね。もちろんね、僕の場合は本当たまたま偶然かもから運も良かったしね、僕を基準にして、これができるからとはなかなか言えないけども、ただ自分で自分の価値を作るということに関してはね、これは何て言うかね、成功する成功しないにかかわらず、大事なことだと思います。他のものにね振り回されるといつまでたってもね、自分がなくなるっていうかね、わかんね、見つけきれないっていうかね。はい、今回は物の価値、お金の価値をね、自分で作るという具体的な事例を自分に例えて、ちょっと、動画にしてみました。はい、またそれでは。